今回はですね、河口湖のハッピーデイズから企業ものをご紹介します。これは企業キャラクターものですね。ペコちゃんです。ペコちゃん、ポコちゃんもいますね。まあ、ランドセルにはペコちゃんが印刷したあるということは、店頭用のペコちゃんのために作られたランドセルかもわかんないですね。まあ、このペコちゃんもですね、一番奥にあるやつは背の高いのはセルロイドで作られています。そして真ん中のは、まあ、金属と、まあ、頭、ボディ、これどっちも金属ですね。あとセルロイド、セルロイドだとか、まあ、ソフトビニールのペコちゃんですが、まあ、ペコちゃんもこの辺のペコちゃんはすごい珍しいんですけど、まあ、ペコちゃんも数が圧倒的少ないですね。あと招き猫、ひげ足しを入れて配った招き猫だとか、この招きっていうのは面白いですね。これは人炭ケースです。人炭ケースも当時はですね、結構こう大人の人たちは、僕も子供の頃はね、よくこの人炭を持っていましたね。これね、地方銀行の貯金箱という、三菱銀行、まあ、ディズニーのキャラクターをね使った三菱銀行ですね。このドナルドダックの、この大きいのはカウンター用といって、これはあのお客さんに配っていたものじゃないんで結構珍しいですね。ここにもですね、いろんな当時の商品が入っていた缶ですね。まあ、今見るとその缶のデザインがね、とてもなんかノスタルジックがあってとてもいいんですよね。こういうのもよく骨董市でここに入れました。あとマッチ箱ですね。これも年代によっていろいろあるんですけど、これはあのリン・スン・ズアンという本をですね、マガジンハウスから出していますね。資生堂の缶ですね。おそらく石鹸だとかが入っていた缶。これは僕はね、結構好きで気合い入れて集めましたね。香水瓶だとか化粧品の瓶ですね。これほとんど日本製です。日本の戦前のものが多いですね。この置いてあるこの鏡はですね、これはあの右から左にアイディアルクリーム、アイディアルという会社のクリームをここでこの上に向けて販売していたんでしょうね。もうとてもあの女性の感じだとか、あとスタンドですね、横のいい感じです。瓶もいろんな形があって綺麗ですよね。ロートベムス、本当にこうやってあの自分ながらよく集めたなって思います。おかしいですね。お助けお助けって書いてある。独身なんだとかね、こういうものってですね、その姿を消して握っちゃうものですよね。まあ、使ったら捨てちゃう、
昔の人は、いわゆるこう、物持ちが良くて、こういうものをね、こう、取ってある人たちがいて、それが表に出てきて、まあ、骨董市だとかね、そういうところで出てくるわけですよ。そういうのを見て、土地は買って、でそれを何十年も繰り返してこうやってコレクションが残っていくということですよね。やはりコレクションは次の世代に残していかなきゃいけないですよね。例えばこれがこう使い終わったパッケージだとか、それから香水瓶だとかね、その瓶の形だとかを見ると、なんかその時代が見えてくる、まあ、そういうものだと思います。次回またお楽しみにしてください。